信長の野望新生真田家プレイ続きをやっていきたいと思います。前回北条を滅ぼし関東を徳川と二分にしました。徳川から独立状態になったのですぐさま豊臣に寝返り心中を図りました。表裏卑怯とはこのことよ。今回は豊臣と徳川が争っている間に南関東を散奪していきます。ありがたいの。ありがたい幸せ。ありがたい存じ。必ずや全うします。素晴らしい。それは少分かり申した。
りました。感謝いたす。心得申した。関東が手薄になっているので出陣します。待っておりました。わしに続け。いかがしましょう。城を落とすぞ。急ぐぞ。はは、あの城は落とさねばな。出陣します。考えがあり申す。次なる手はいかに。出陣いたします。兵を奮い立て。戦ぞ。我が働きお目にかけよう。始めようぞ。わしではかなわぬか。敵兵を蹴散らしたぞ。出直してまいれ。敵兵を蹴散らしたぞ。さあ次はおらぬか。出直してまいれ。兵を奮い立て。戦ぞ。さあ雪村がどんどん敵を溶かしました。陣を構え。信行軍団がこうして兵を出しました。ご命令待っておりました。次はどのように。この城は我らが落とす。我が武を示す時が来た。上田合戦の時みたいに潰してくれん。
味方を勝ちへと導かん。騎馬隊出番ぞ。要所はわしらのものぞ。槍先を抜けよ。次なる手はいかに。たまらぬわ。勝機ですぞ。策の仕掛けどころ。次はどのように。敵の大路を封じるぞ。敵を打ち払います。今の者大路を塞ぐぞ。策の仕掛けどころぞ。我が戦法の切れ味、その身で確かめよ。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。敵の味方の位置、皆我が手のひらの上で踊るがよい。敵ながら見事。結果は見えておりましたぞ。戦となるぞ。布陣を始めよ。川越を落としました。敵将我が手に落ちた。説を変える気はない。礼を申す。申し上げますぞ。次なる手はいかに。お指図を頂戴したく。戦ぞ。準備を万端整えよ。たまらぬわ。感謝いたす。ありがたき幸せ。感謝いたす。妨害の幸せ。どうかお待たせ。この上に超越至極に存ぜる。お前の喜びにござる。かじけない。五カメ賜り申した。必ずや全うします。始めようぞ。城攻めを始めるぞ。さあ行くぞぞ。腕が鳴るわい。信之軍団が岩突きを落としました。縛り上げなさい。お使いしよう。貴殿にはお伝えできぬ。礼を申し上げる。城攻めを始めます。
どうかお任せを。姫武将は助かる。行くさぞ。準備を万端整えよ。ありがたき幸せです。野戦となる。陣を構えよ。信行軍団が織田を落としました。生け捕りとしたぞ。貴殿にはお仕えできぬ。ご恩は忘れませぬ。行くさぞ。準備を万端整えよ。策の仕掛けどころぞ。遅れてはならぬ。何をする。城を落とすぞ。野戦となる。陣を構えよ。お指図を頂戴したく。えらよ、すべえ。お指図を頂戴したく。えらよ、すべえ。ご命令、待っておりました。歩みを進めよ。信行兄さんめっちゃ好戦的。策の仕掛けどころぞ。城を奪えば有利になろう。兵を奮い立て。行くさぞ。策を浪するまでもなく勝ってみせましょう。策の仕掛けどころぞ。要所を制するのだ。要所は我らがものよ。鉄砲の出番ぞ。やりました。容赦は我らがものよ。次なる手はいかに。動くぞ。続け。敵勢打ち払った。勝機見えましたぞ。晴々しいぞ。敵を圧しております。ご命令、待っておりました。敵を叩くぞ。ご命令を。弓隊の力を示す時ぞ。敵を叩くぞ。
したぞ。お命令を。何をすれば。敵ながら見事。策の仕掛けどころぞ。要所を狙うぞ。続け。今こそ我が戦闘により勝機を見出す時。ご命令待っておりました。攻め立てるぞ。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。我が目には結果は見えておりましたぞ。包囲を開始いたそう。申し訳ござらん。わかりました。皆、良き働きだった。八王子を落としました。取り押さえたり。お指図を頂戴したく。兵を奮い立て、戦ぞ。敵兵を蹴散らしたぞ。策の仕掛けどころぞ。合点承知だ。恩に着ようぞ。申し上げたきことが。妨害の喜びぞ。ありがたき幸せ。豊臣と徳川が戦端を開いたのに合わせ関東争奪戦を開始しました。徳川が信濃に注力してる間に4つの城を奪い、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。